モンゴルの高麗信仰は、朝鮮半島を統治していた高麗王朝に対して、モンゴル帝国が1231年から1273年に渡り、繰り返し行った戦争を指す。この間、主要な戦いは6度行われ、駒の国度は荒廃した。戦争の結果、その後約80年間に渡り高麗はモンゴル、岩朝の支配下に置かれることとなる。 高麗とモンゴルの関係の始まりは1218年である。当時、金朝に属していた、吉丹族の一部が満州から高麗に乱入し、高等城に牢城したが、モンゴルと駒が共同でこれを滅ぼしている。その後の1220年から1223年にかけて、ただしこの時、モンゴルのチンギス間は聖火への遠征中であり、高麗信仰はチンギスの死後、 三男の大胡出が大官に即位した後に行われた。12世紀後半の1170年には、高麗で、文心の支配に対して武心によるクーデターが起きて、以降1270年まで武心政権と呼ばれる、失政体制が敷かれた。1196年に、蔡正子が政権を握ってからは、蔡氏が権力を握った。モンゴルによる高麗信仰当時、 最子二代目の才が政権を運営していた。オゴデイカーン1231年、オゴデイは、高麗に対して、先の死者殺害を喫問し降伏、真珠を促す国章を送る。これを機に、モンゴルによる高麗侵攻が始まる。サリクタイコルチに率いられたモンゴル軍は、王力港を越え、瞬時に国境の義州を陥落させた。この時高来の将軍、 幸福源は1500個を引き連れて、モンゴルに降伏した。蔡は、不評を引いて、安州及び騎乗で迎撃した。モンゴル軍は、安州を落とした後、騎乗を包囲したが落とせなかったため、サリク隊はこれを無視して一挙に、首都の海上の攻略に成功した。首都の陥落を受け、高麗朝廷は、モンゴルの侵攻に抵抗できないことを悟り、講和を求めることとなる。 これに対しモンゴルは1万枚の怪我は2万頭の馬100万人分の軍服及び大量の奴隷など大量の貢ぎ物を要求した。サリクタイは1232年春主力軍を北に撤退させたが、コマが講和条件を守るかどうか監視させるためもあり、海上その他の都市に72人のダルガチを配置した。しかし、同年、は モンゴルが残した、ダルガチ72人を全員殺害した。さらに国王と会場の民を引き連れて、景気道沖にある、高架島に朝廷を移し、モンゴルの脅威に備えて、防備を固めた。モンゴル軍は陸戦には長けているが、海戦には不向きと判断したためである。サイは、国内の船を総動員して、兵衛や軍事物資を高架島へ運搬した。また平民にも、 城や山菜、沖合の島などへの移動命令が出されたが、実現不可能な空分に過ぎなかった。高架島には強固な砦が築かれ、対岸の半島本土側にも小規模な城壁が施され、文樹山には二重壁が建設された。この結果、農村の急行や国土の荒廃を招くことになる。モンゴル側はこれらの朝廷移転やだるがちの、 殺害という明確な敵対行為に対して二度目の遠征を行った。モンゴル軍は第一次進行で降伏した降伏源に兵を引きさせ半島北部を制圧。続いて半島南部へ到達したが陸地からわずかの距離しかない高架島を制圧することができず、降州で反撃された。この間、砂陸隊は竜飛都市付近で行われたところ人市場の戦いで、 流れ屋に当たり戦死し、モンゴルは撤退を余儀なくされた。ヘインジ、大蔵協協番閣内の反義この状況を受け、1234年に金を滅亡させたオンゴデーは、三度目の高麗制圧を、起とし、1235年から、軽症道、全羅道全域で略奪が開始された。モンゴル軍は、高下党政権及び、半島本土の山城の攻略を避け、 高麗軍の補給を断つため農地を焼き払う巨に出た。高下党政権は防御をより固めていたが、度重なるモンゴル軍の侵略に対して、抗戦不能に陥りつつあった。他方の高下党では1236年、高僧王が第二次侵攻の際に、戦災で消失した不日と時代増強の反義の復元を指示。15年の歳月をかけて1251年に、 経典1512部、6805巻を集めた8万1258枚の版木が制作された。その後、平日に移され、現在韓国の国宝となっている。1238年、高麗は再び和議を望むようになり、高麗王室から人質を出すことを条件に、モンゴル軍が撤退することとなった。しかし無関係の人間を王室のものと偽って人質に出したため、 モンゴル側は激怒し、高麗王室の高下等からの退去、会場のすべての官邸の一層、反モンゴル的貴族の差し出しなどを強行に求めた。しかし、高麗側は王族と住人の貴族指定を人質に出した以外は要求を拒絶した。1251年8月末のクリル隊でのモンケカーン1247年、モンゴルは4度目の高麗侵攻を実施。 高下党から松戸への関東及び高麗王室からの人質を再び要求した。アムカン率いるモンゴル軍は塩州に駐屯。高層王が高下党から松戸への帰還を拒むと全土への略奪を再開するが1248年に愚翼艦が崩御したことでモンゴル軍は一時撤退した。しかし、モンゴル軍の襲撃は1250年まで続く。 1251年10月、門家は、モンゴル帝国第四代皇帝に即位すると、自らの即位を通告する使者として、将昆、皇高いら40人を送り、御子とりを発して、国王皇宗に、デリク及び、地下ともを求めた。これを受けた、高宗の宮廷は、長儀で紛糾し、大使を代わりに遣わして、親朝するか、あるいは皇宗は、老病のため親朝できないことを伝え、 これを質問された場合は大使を代わりに使わして、親やさせればよいのではないか、という意見が出た。翌1252年正月に、モンゴル側に、リオ使者として送り出したが、7月には、モンゴル側から使者として、タカ、アズチラ37人が来て、国王の出陸について審問してきた。一旦は使者を、モンゴル側に送って、近く出陸すると答えた。モンゴル側はこれを現地として、 サイド死者をよこすと、国王、高層の出陸を要求した。死者たちは、門家の命令で、高来からの使者里が、モンゴル宮廷に留め置かれたことを告げ、国王が陸でお前たち死者を迎えるならば、たとえ人々がまだ出てこなくとも、それでよしとする。もしそうでなければ、直ちに帰還せよ。お前たちが来るのを待って、兵を発して討伐させるという門家から死者たちに、課された指令を伝えた。 モンゴル側は、高麗宮廷が未だ、高架塔に立てこもって、威約を続けていることに対して、旧と会定への帰還を求めた。皇想が、西子三代目の西広氏に対策を問うたところ、国王は軽々しく、高架塔より出るべきではありませんと答えた。廷臣たちは、モンゴル側の出陸の要求に従うべきだと考えて、いたが、西広氏がこれを拒絶すべきとの意向を示したため、 皇層ともどもこれに従ったという。皇層は代わりに、新安公に死者たちを迎えさせるよう使わし国王のデリックは行われなかった。この、高来の威薬は死者の宝を怒らせ、モンゴルの死者は帰還した。1252年12月、門家の命を受けた将王イ家グが軍を伴い合わせて、出資として、モンゴル宮廷に出資していたエーネコを死者として、よこしてきた。 モンゴル軍は、その間、東マゴクのあった地域に侵駐した。翌1253年5月には、イエグは千年後来に使者として来たったアマメラ16人を改めて使者として送ってきたが、進展はなかった。ついに、その国王が国外へ旅するなど洗礼がないとして、拒絶。モンケは、親族のイエグに、後来の軍を統治するよう命じ。 モンケ宮廷の高麗人の勧めにより1253年7月に進行を開始した。イエグはアムカンを伴い、高麗に降伏を要求。高麗はこれを拒絶するが、モンゴルへの抵抗は諦め、山城や島所部に農民を集め始めた。また、ジャラルダイはモンゴルに降伏した、高麗の将と共に国土を蹂躙イエグの使者が高層の宮廷に使わされると、 抗争はついに半島本土への帰還と、第二王子の安慶公を人質に出すことを承諾。高来の降伏を受け、モンゴルは1254年1月に停戦に応じた。しかし、高来朝廷上層部は高架島に残留していた。モンゴル帝国は後に、高来朝廷上層部の高架島残留を尻処罰した。その後1253年から1258年にかけて、 秘免された家具に代わって、政党元帥に任じられた、ジャラル大早下のモンゴル軍は、貴人と管理のみが幼少へ立てこもったため多くが、放置されていた、高麗領へ、六年にわたり、断続的な破壊、略奪を行う。この第六次侵攻は、小休止を挟んで四度の波があったが、渡る第一波となった二百五十四年には二十万六千八百余人の高麗人が放虜となり、 殺された者は数えきれず、猛虎軍が減るところの衆軍みな怪人となる、骸骨屋を覆う、といった惨状を呈したという。この間、高麗朝廷内部はモンゴルへの対応について2杯に分かれていた。モンゴルとの戦争に反対し、降伏を進めようとする分身グループと、モンゴルとの戦争を継続しようとする祭司が率いる武神グループである。しかし、分身の筆頭だった柳、 が、武神の金春と結託して、蔡を暗殺して、蔡氏政権を倒すと、モンゴルとの講和が進展する。蔡氏滅亡を告げるモンゴル宛国書で構想は、今まで我が国が、帰国に時代の誠を尽くせなかったのは、献身が政治を奪い帰国へ属するのを嫌がったためで、あり、蔡が死んだ今、直ちに戸を戻し、帰国の命を聞きますと、全面的な従属を宣言した。以後、 旧高来領の多くは、モンゴル領政党業賞となり、モンゴルの役人によって、軍政領面に渡り統括された。モンゴルは、和州に、総城総館府を設置し、その周辺を直轄領に編入。1259年4月に、王子をモンゴルに入庁させることを決した。クビライカーン構想の聖子は、大カーンの門家に配列するため、モンゴルへ向かっていたが、 1259年南宋へ、遠征中の門家が急成。城と海兵府へ帰還中のクビライに敗越した。さらに、翌1260年春、今度は抗争が没死したためは、帰国を愛願、クビライは、帰国を許可した。4月12日、モンゴル皇帝に即位したクビライは、イカ上下ソンの起伏を、課した。が、モンゴル軍による、略奪の免除と保領、 逃げ民を帰産させる許しを求めると、5月13日に、巫女と悟りを下しこれを許可した。6月、が、この木を入庁させたことにより、国王の作法を受け応印と、トラフを賜った。以後、元宗はたびたび、モンゴル、元朝へ入港を行い、モンゴルを背景として、権力の安定を図ったが、反モンゴル派はこれを不満として、親モンゴル派との対立を深める。 1268年、林博志らが、献身、金春を暗殺する。翌年には、林博志らが、親モンゴル派の蔡博志らとの確執により、元胸を廃して、弟の安慶公を擁立する乱を起こした。首来は、入庁していた、聖子人の、兵三千と五ヶ月分の両末をいただき、私が、同行すれば騒乱は収められる、との検索を受けて、人に三千。 将軍、門月中に2000の兵を授け、高来へ派遣。モンゴル軍は芝叩く間に乱を鎮圧した。さらに急死した、林博氏の後を継ぎ高来霊校となった、林惚れを分藩の公文系、総末霊らが殺害。高来の武神政権は終わりを告げ、王政復古がなった。1269年10月、林博氏の乱の原因となった親モンゴル派で、 都統寮の蔡広氏らが、最強を中心とする西北面五十条をおして、高来から分離仕事に帰属した。首来は最強を、東康まやへえ解消し、東康まやを置いた。またその北の遼寧平原の新州一帯は先に、降伏していた、降伏源らの一族が統治していた。一方、林広氏一派の残党である、灰仲間は、残存勢力を集め、 高来王室の防流にあたる王を擁立して、高家党を脱出、半島西南部の鎮島を根拠として、高来国を自称した。これら高来人が別々に構成した4つの勢力をまとめて統治するため、首来派行中書省を置き、クルム氏を長官に据えた。クルム氏の勧告を受けて、元宗は高家党を退去し、会場に関とし、ここに約40年にわたった。 高架党政権は終了した。しかし、高架党からの退去に従わない武人は、高来の首都警備軍である三別省を主力として、反乱を起こし、鎮騰臨時政府に合流して、モンゴルに抵抗した。クビライは頻度に五千の騎兵を授けて、近州に駐屯させ、元胸に三別省討伐のための軍船を作らせる。一方、後に二度の現行に従軍することになる。 幸福元の子、紅茶球にも兵を引きさせて飛んでんさせた。1271年赤い率いる第一次鎮魂討伐は失敗に終わる。同年3月、三別省は日本の朝廷に対して援軍と兵糧を求めたが、日本側では事態がよく理解できておらず、この要求は無駄に終わった。同5月頻度を引きるもと、高麗連合軍が鎮魂を攻略し、 モンゴルとして、初めて海戦に勝利して、王恩を捕らえ残定に処した。なおも三別省の指導者、金通聖らは、属国の丹羅国へ逃れて、丹羅国王を追い出し牢上したが、頻度軍12000の兵は1273年、軍戦108層に分譲して、丹羅を攻略。三別省勢力を壊滅させた元朝は、丹羅総官府を設置。 高来征服事業は完了した。政党行省が臨時期間から常設組織へと変質した1287年以降は政治、軍事に加え行政も政党行省によって処理されるようになり、交換以下行政官の人事権も政党行省が握り、不税も元の朝廷へ収めるよう変更されるなど、旧公来は直接統治下に組み込まれていった。 イルハンチョウで編纂された修士には枠ビライに寵愛され王と称してはいたが実際には王ではなかったとある。高ー王が完成をモンゴル式から高ー風に改めようとしたこともあるが元の役人から反感を買って敗され達成されることはなかった。その後高ー王室と元皇室や元の基人は互いに隕石を結び4代の高ー王は 現状宮廷において最高ランクの金陰銃紐を授けられる賞を馬の一つ馬高麗王の地位を得る。元胸の子中列王に首来の王女クトゥルクケルミシュ公主が欠かした。第1.2次の政党行賞において高麗国王は時間となった第3次では無冠となるが中列王の福井した際に再び左上昇に認じられた。強貧王に至るまで 約80年間、歴代国王は、聖主の時期に、モンゴル宮廷に、人質として赴き、下宿などのモンゴル宮廷での歴代、モンゴル皇帝近辺での職務に従事し、これによって、モンゴル名を与えられ、また、モンゴル貴人の娘をめとり、全王が成居した後に帰国し、コーラ用に就くのが慣例となる。クビライ時代は、基準が遅かった、反逆諸侯の一つとして、クビライから、 軽くルル王家と比べられてなじられる場面もあったが、クビライ晩年に起こったナヤンカダーンの乱の鎮圧にも従事し、その鎮圧に当たった高村テムルがクビライを継いで、モンゴル皇帝に即位すると、高来王家の地位は上がった。しかし、クビライ王家との隕石を深めることは同時に、テムル没後のクビライ王家内における行為、継承紛争の影響を直接受けることにつながり、 モンゴル宮廷の高麗王族、官僚と高麗王室で確執が生じ、大都宮廷での内紛に伴うモンゴル皇帝の交代に伴い、高麗王の開廃も生じる事態となった。また、高麗から宮廷などへ、高麗王族と貴族が出資する例が増え、高麗国内よりも、高位の職を得る人物も出現した。現状最後の皇帝となったとゴンテムルの皇后となり、 あゆる知りだらを生んだ感謝骨と皇后は、後来から、モンゴル宮廷に、宮塚へのために出された救助であった。特に中列王は、父の元宗の路線を継承し、親モンゴル政策に傾倒した。中列王は、元宗廃位事件によって父元宗救出のため、モンゴル軍の出動を要請した折に、後来は以後モンゴル側への出征には率先して、労力を惜しまない。 という現地を与えたため、クビライの日本侵攻の意思が固まる頃には、その応対に率先して当たる態度を幾度も示さねばならなかった。出生に供出する兵員や人員、装備は、駒の国城にとっては重い負担だったようで、クビライの要求を受け入れつつ負担の軽減を、その都度嘆願し、場合によっては自弁しきれなかった武器などを、元軍から支給してもらうなどしていた。 日本振興のための第二三次政党行省が置かれたが、高麗国王がその時間である左上昇となった。文英、公安の役に関わる一連の出来事は、高麗王にとって一面では、高麗王家の地位安定に向けた絶え間ない危機と模索の時期であったとも言われる。日本への最初の振興となった文英の役は、三別小鎮圧の翌年。 遠征軍出発に先立つ高麗聖子人と王女クトゥルクケルミ氏と婚姻直後に元胸が死没しており、そのもが明けると同時に聖子人は中列王として即位した年でもあるという高麗にとっても目まぐるしい年であった。聖党行賞を運営したダルガチ以下のモンゴル人の役人は高麗では貴族として扱われた。丹ナ島はもともと高麗に属さず、 また牧草に富場軍の放牧に最適な地でもあり、対日本、南宋への絶好の軍事的一致でもあることから直轄地とされた。1350年代、岩頂の衰えが顕著となると、京瓶王は親元勢力を排除し、元の外籍として県政を振るっていた士を討伐。蔡明や李政聖らの武人を登用して1356年に元から、 高麗丘領土を奪い返し、ようやくモンゴル支配から脱して独立した。しかし、大陸で黄金の乱が発生し、黄金軍が朝鮮半島にも到来するが、高麗軍は撃退に成功する。また、同時期に和光の襲来にも高麗は悩まされており、1389年には、僕が津島征伐を行っている。この過程で力を得た。 李性慶によって1392年に李氏朝鮮が成立し、高麗王朝は滅亡した。ありがとうございます。